今回ご紹介いたしますのがこちら、ボートアジングリーダーということで、いわゆるバチコンリグの仕掛けとなります。種類が2種類ございまして、固定式と誘導式、この2種類になります。どちらの仕掛けも、ワーム、ジグヘッド、重り、この3つがあれば、すぐに実調可能な完全仕掛けとなっております。まずは、固定式、こちらの仕掛けはこちらの、ブラック硬質パイプ、そしてダブルライン、さらには、SW ネリグスナップといいまして、ダブルクレーンを採用したスナップがついておりますので、非常に絡まりにくい仕掛けとなっております。またですね、固定式最大の特徴としましては、シンカーが先に落ちていきますので、先ほどご紹介しましたこちらの部分ですね、ここが天秤代わりとなって、フォールしていくために、ジグヘッドとワームが、本体に絡まることなくしっかりとフォールさせて、狙いの棚を直撃することができます。これが、固定式の仕掛けの特徴となります。次に誘導式、こちらの仕掛けは先ほどの固定式に比べましてシンカーが誘導式となっております。さらには、ブラック硬質パイプを使用することにより、天秤効果も得られますので、絡まりにくい、そういった仕掛けとなっております。そしてこの誘導式の最大の特徴は、ジグヘッドとワーム、こちらに魚がバイトしてきた際にも、シンカーが移動することにより魚はシンカーの重みを感じにくくなります。よって、食いしぶった状況なんかでも、魚に違和感を与えずにしっかりと、フッキングに持ち込むことが可能となります。そういった仕掛けとなっております。近年、大ブレイク中のボートアジング、バチコンゲームにぜひご活用ください。